はい、皆さん、こんにちは、こんばんは、どうも、カメレスということですね、今回なんですけども、はい、もう手に持ってるこの長いもの、大人のおもちゃではありません。まあ今回ね、ちょっとこのマンウォーウォーのこのパックリーダー使っていくんですが、でですね、今回なぜこのマンウォーウォーを使おうかなと思ったかっていうと、実はサイレント修正来てるんですよね。この前にその ASM10 が弱体化されました、なんか相談数が減ったやら、なんかそのサプレッサーが弱体化されたやらって言われてたんですけども、なんとこのマンウォーにですもんね、強化のサイレント修正。その内容は何かっていうと、ADS 速度の増加ですね。だから ADS 速度が速くなったっていうことなんですよね。で、ちょっと一つ思ったんが、いや、運営さん、君たち、AR 強化しすぎない、SMG がしんどるということでですね、まぁ、今回この魔王を使っていくんですけども、今回のカスもこんな感じになっております。マズルにこの缶サポをつけて、これ実は40mのダメージ射的ラップ。で、一番やばいのがこれね、バレルにこのマックスマンもつけて、もう本当にあの怪物みたいなね、あのスペックを積んでる、この魔王となっています。じゃあ、例えるんだったら、飛行機って大体2機のエンジン積んでるじゃないですか。それが4機のエンジンになるっていうレベルなんですよ。ちょっと今の分かったかな？ってな感じですね。今回このカスタムということで、なんと弾薬はなしですね。まあちょっとその理由も説明します。まあこれに関しては試合内でもう何回か説明するんですが、やっぱりその魔王って総弾数が20発なんですけども、レートがめちゃめちゃ遅いんですよね。多分これ AR の中で一番遅いんじゃないかなっていう。っていうような感じのこのレートなんですよ。なんですが、はい、こんな感じ。弾持ちはめちゃめちゃいいんですよね。だからまあこの20発でもレートが遅いんで、弾持ちがかなりいい。しかもこの切り速見てえぐくないですか。で、今回そのカンサプト、あと OWC マークスマンをつけているので、性能見てこれ。はい、もちろんこれ20メートルでも3発切る。で、30メートルもこれなんと3発切る可能なんですよね。これえぐくないですか。まあ今回もですね、この魔王を使ってかなり無双していますので、皆さんぜひぜひ最後まで見ていってください。この安定性もやばいですよね。ブチブチにするぞ！はい、ということで早速、おまん王を使っていきましょうか。ちなみにおまん王は下ネタではありません。いやーこれクラッシュか。でもね、結構クラッシュは割と強いと思う、このおまん王。そう。カンサップとこのマークスマンライフルつけてるから、安定性とこの射程っていうのは化け物ですよ。その30メートルでも速い急速を出せる。おまん王ということで、ちょっときついな、あれは。さすが、ああいうとこ行かれたらきついってのあるんですけど、これ B であるんですか？開幕 B 取られたんですよ、それは。試合によりは、OK、それ買っていってあげていいのか、一回上上がっていきましょうか。って言って、これセンタークリアリングしたいところなんですけど、なんか入られてない。大丈夫。さしからこれ足音聞いていくよ。ナイスナイスナイス。いいね。行こうぜ行こうぜ行こうぜ。めっちゃ足音積んでくるした。いやー、この時計。この時計はエグ。マジでレベルすぎる。これなんか下おるよな、絶対。絶対下おるよな。なんでやねん、お前。それ打ち勝っていく。ナイス。俺相手にリスキは許さねえ。おぉ、あれとかす、あれとかす、えぐいてえぐいてえぐいて、マジで。さあ、こっちはそっかし出していってえの。小部屋いるよ、それ。君大丈夫か。まだいるよ。それはいる、それがいい。なん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 。もうダメやって、マジで。カメさん、今日もテンション高めですね。まあ、今回その実況ということでね、結構テンション高めでやっていきましょうか。解説の時は普通にやっていきますんで、ちょっとテンション高いカメさんが嫌いという人は解説を見てください。早く俺と打ち合おうぞ。それ打ち勝つんです、それ打ち勝つんです。なんかそれ下にいるやつがね、結構厄介なんですよ。どうするかな。はい、買っていってあげて、買っていく。俺はそこも買っていってあげて。いいね、ナイスナイス。ほらほらほら、いいねいいね、いいねいいねいいね。決めた J ですね。やりますね。さあやっていって。そこも、あ、買っていって。いいですよこれ。多分こっちから大丈夫か。 OK。 さあナイスナイス、いいねいいね。リスキロイさん、俺もやらせてくれ。俺も混ぜてくれ、リスキロイさん。さあパンして、あ、パンして。さあもう一回来てるけど、一回下がっていってあげていいの。さあパンして、アンパンチ、いいね。よいしょ、そこも買っていってね。やるだだ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 。うわわわわわみたいな。はい、それ溶かしに行くんです。そこもやれ、それやれる。ストライカーはやる。エースストライカーかろうぞ。やれた、オッケー、よくないですね。ブチブチにするぞ。いや、俺のこの相棒おまんおということでですね、これ本当
にとけ、エベチやから、エベチ。うん。さあ、後半ちょっとどうしてみようか。それ、多分いるんすよ、それ。ビーロンいるよ。ナイス。これは何ちょっと待って。この時は何一回引かせて。オッケー。ナイス。で、これ多分来るか、あー、来ないか。さあ、このレベチの溶かし、カウンター UV 出してんのいますよね、足音聞いてない、うん、足音聞かないとやられちまうぞ。いるね。そこも買っていってあげてえの。さあ、頑張れ。これ来るよな。俺は見るよ。買っていってあげて、UAV とショック RC 出して、いいね、今回。デスめっちゃ押され出てるんじゃないですか。女1回。さては1階にいるだろう。まあ、もう一人いるの、あなた。ちょっとそれは厳しい、あなた。ちょっと上上がってたんか、それ。はしごから、なんか、2階で、話してたぞ、お前。ふざけんじゃねえぞ、これ。に。周りいるよな。なんかさ、面白くないって君。はい。もう、あいつ、えぐい。オッケー？もう、お前、エースストライカーやめえ、もう。もう、やだ、もう。あ、助けて。いない、オッケー。ちょっと待って、この試合は何？この試合は何？上いるよな。はい、いるんですよね。俺はここにいるんですよね。あー、だ。もう、俺とやり合おう。俺とやれよ。やらないか、俺と。もうさ、俺怒ったから、俺怒るよ、本当に、そういうの。そういうことすると怒るからね、本当に。そういうことはダメって習いませんでした、うん、俺は COD モバイルアカデミーになったぞ、うん、はい、そこ買っていく。あーん、それは枯れないの。ちょっと一瞬枯れると思ったんですけども、 SR でした。はい、ということで26キロの7ですということで、もうちょっとキルが欲しかったんですけども、相手もね、ちょっと途中抜きしたということで、途中全然敵がいなかったんですけども、まあまあいいんじゃないでしょうか。ブチブチにするぞ！はい、ということで今回はこのオマン王だったんですけども、どうだったでしょうか。いや、個人的には全然強いと思うし、ま、やっぱりそのね、あの、AK11 な環境ということで、ちょっと ADS 速度とかも負けてしまうんですけれども、そのやっぱりそのキル速度が安定性に関しては全然負けてないよっていう話なんですよね。まあ実はそれ、海外トップとかの、まあ、プロチームの方、ちょっと名前を言えないんですけども、そちらの方もですね、結構愛用してるらしくて、まあちょっとこれ AK11 が使えない場合は、ちょっと魔王とかね、あの DRH もちょっと苦手かなっていう人は、この魔王を使ってみるといいんじゃないでしょうか。ということで今回これで終わりたいなと思います。まあ今回ね、そのサイレント修正内容だったんですけれども、他にもですね、実はサイレント修正っていうのはあります。ちょっとそちらの方もこれから動画に行きたいので、皆さんぜひぜひその情報を見逃さないように、チャンネル登録、あと通知オン、あとできれば高評価よろしくお願いします。それでは今回これで終わっていきたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。